釣り来ました。こんな感じでございます。うん、あ、味がしっかりしてますね。始まります。はい、というわけで今日やってまいりました。この下津のね、その港町ですよね。港っすね。港町のちょっとあの昔ながらの、町に来ました。なんでもね、この近くにその焼き手羽先ですかね。手羽先っすね。手羽先のお店があるということで、今日ちょっと行ってみようかなと思います。これ結構美味しいんですよね。そうですね。まあ知る人ぞ知る。知る、本当に。そうですね。ソウルフード的な、もう大好きです。はい。じゃあちょっと、行ってみましょうかね。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。祇園神社っていうのが。でもなんか、京都にも祇園っていうとこあるじゃないですか。なんか、そういう感じの、まあ、祇園っていうとちょっと遊び場的なイメージが勝手なあれですけど、この辺もそういう感じだったのかもしれないですね。あ、もうあの目の前ですね。そうです。とんかつコロッケ焼き鳥と、これも美味しい。これもともとその港町だって、その向こうと栄えててっていう名残でですよね、このこういうショ通りがもうそんな感じです、ね。一本入ったところ、左に行けば和州山。はい、失礼します。すいません、すいません、空いてますでしょうか。入ってる。すいません、いますかね、トイレ。もともと精肉店かな。そうですね。すいません。で、いないという電話かけるね。はい、そうですね。です。あ、今から来るんで。はい、今から出るみたいなんで、ちょっと今ちょっと離れてるのかな。はい、多分そうだと思います。え、もうここお店やられてどれぐらいなんですか。肉屋して60年。おお。ああ、なるほど。生肉はな。すごい。電話で注文みたいな。ええー、もうまあね、規定注文してくれる人もおるし、そうなると待ってもらわないけんが、あげておいてない分だから、注文聞いてあげる分だから。ああ、そう。カリカリ感が思っただけで伝わりますね。いただきます。うん、うん、これ
ホクホクサクサクですね、うん、甘い甘いツナマヨが間違いない、うん、1000円で14号。あの大きさにもよるけんな。その時の私の大きさで16本になったり13本になったり。コロッケは60円。ございます。エサ釣り来ました。はい。エサ釣りいただきます。若い子は歯がいいからな。来ます。ビール。うまいよ。ビールです。うん。うまい、うん、うまい、コリコリしてる。こんな感じでございます。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。なんか鮮魚店みたいな感じですね。おかしながら。あの手先いただこうかな。ちょっと片手なんでちょっとあれですけど、いただきます。うん。あ、味がしっかりしてますね。うん。ビールが欲しくなりますかなり地元な、倉敷指定重要文化財、下津井郷土井戸、井戸郡寺井戸、寺井戸井戸っすか。うん、うまい。あ、うまい。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。